ると。今日もいい匂い。ねえ、その香水どこで売ってるの？はあ、ショコラの匂いでしょ。ソニア、この匂い知ってるの？セントラルの5番街にあるショコラのお店でしょ。呪いの出所がわかるかもしれない。あなたのその匂いは大学の試作品のショコラと同じね。いい香り。大学に潜る方法を考えないと。ウィゼル館長は大学の教授だし、見学をお願いできたりしないかな。アルト、ちょっといいか。ウィゼル館長が講義で使うからって用意させられた本一冊渡し忘れちゃってさ、俺用事があるから代わりに届けてくれないか。あ、それで君が届けてくれたのか。手間をかけたね。ありがとう。私も大学がどんなところか興味があったので。私が案内してあげよう。ここでカカオを作ってると聞いたんですが。そういえばこの匂い、そうか、ショコラの香りだったのか。アルト君。はい。ショコラ、なんで？ショコラが甘くて腰まで溶けちゃいそう。どうだい、ショコラの味は？甘いです。今のはどういうこと？まさかウィゼル館長の呪いの影響で。まさか魔法学部が閉鎖されるなんてな。魔法学部？盗難があったんだよ。高価な文献が何冊も盗まれたらしい。事態を重く見た大学とウィゼル教授は学部を即閉鎖しちまったんだ。大学でしか買えないショコラの原料、急に金回りの良くなった学生、盗まれた文献、つまり大学から魔法学部の文献を盗んだジャンって男が術式を作ってトラン地区で売り、それをロゼッタさんが買った。ロゼッタさんはその術式を使って呪いのショコラを作ったんだとしたら。君にはこれ以上魔法や呪術に触れてほしくはないんだ。なぜですか？禁忌には理由があるということだ。大学に使いに出たと聞いてね、迎えに来たんだ。おや、どうしたんだい、騎士殿がこんなところで。あなたには関係ありません。ふん。リューン、どうしたの？あいつに何かされてない？何も。そう。大変です、リオン様。ロイド様が負傷してお戻りになりました。もうちょっと優しくしろよ、一応怪我人だぞ。一週間も留守にして成果はあったのか？ああ、アルトもいる時に話す。アルトの様子はどうだ？元気だよ。そうか、リューン、ありがとな。こっちこそありがとう。毎晩楽しんでたよ、俺もアルトも。あ、リューン。何やってんだ俺は、あんなクソみたいな嘘までついて。容体は無事なの？平気だよ、様子を見ておいて。俺は何をやってるんだろうな。ロイド。アルト、僕は怒ってるんだ。勝手に旅に出て、勝手にこんな怪我して、どうなっても構わないはずなのに、僕はあんたなんか大嫌いだ。大人気アニメコミック待望の続編、複雑に絡み合う3人の行く末は。
そして女体化の秘密は明らかにできるのか。アニコミ女体化した僕を騎士様たちが狙ってます。セカンド7月7日スタート。